ストリートのコンテスト、イミタにて、アグレッシブインラインスケートは、エクストリームスポーツの一種で、専用設計された、インラインスケートを用いて行うローラースポーツ。通常のインラインスケートとは異なり、トリック、スタイル、ルーティン、インパクト等に重点が置かれている。トリックは主に、グラインドとエアーのに系統があり、いずれもスタント要素が強いものが多い。 アグレッシブインラインスケートのことを別名としてブレーディングと呼ぶこともあり、欧米ではむしろこちらの呼び方が主流である。ローラースポーツの国際競技連盟であるワールドスケートでの別名ローラーフリースタイル。1849年フランス人のルイ・ル・ブランジェによってインラインスケートが考案された。オペラ上演におけるアイススケートのシーンを再現するためであったが、 粗悪な作りでまともに機能しなかった。1980年代になると、アメリカ合衆国ミネソタ州で、アイスホッケーの柿トレーニング用として、後のインラインスケートに近い靴が、オルソン兄弟によって作られた。1982年、オルソン兄弟は、ローラーブレード車を立ち上げ、インラインスケートの製造販売を本格的に、開始した。80年代後半、 通常のインラインスケートを使用してアグレッシブなスタントが一部で流行り始めた。1988年、ローラーブレード社は最初のアグレッシブインラインスケートブーツであるライトニング TRS を発売。チームローラーブレードのクリス・エドワーズが初期のトップスケーターとして知られていた。エッフェル塔からドロップインするタイグクリス1990年代初めには 競技としての体を成し、1994年には、アグレッシブスケーターズアソシエーションが発足。ルール作りや技術革新が急速に進んだ。1995年に始まった、X ゲームズには、正式種目として採用され、ストリートとバートの競技が行われた。この頃活躍した世界的トップスケーターには、アーロアイゼンベルグ、マット・されるの セザール・モーララがいた。1995から1996年、K2 がアグレッシブモデル、ファッティ・ロチェスがマジェスティック12を発表。後にサロモンも追随するなど、人気上昇に伴い、多くのメーカーがアグレッシブインラインスケートに参入した。90年代後半からストリートを中心としたビデオ DVD が数多く発表されるようになり、 トリックの種類や難易度がさらに大きく進化した。この頃、アグレッシブインラインスケートの人気は世界的に高まっていき、国際的なコンテストも、X ゲームズのほか ASA、AS NIST を数多く開催されていた。1999年、X ゲームズにおいて、男子バートで安床栄人、女子バートで川崎あゆみ、女子ストリートで矢部さやかと、 日本勢が3つの金メダルを獲得。翌2000年には、男子バートにおいて安床栄人、武士兄弟が、初のワンツーフィニッシュを達成した。2000年頃には、ユーフスフレームが登場した。これ以前は、フレームの交換はできず、他社製ブーツとの互換性もなかったが、ユーフスフレームの登場によって、用具を様々に組み合わるカスタマイズが可能となった。 この流れに合わせて多くのパーツメーカーが誕生し、アグレッシブインラインスケートの用具にさらなる進化をもたらした。この頃は日本においてもいくつかの競技団体が設立され、全国各地でコンテストが定期的に開催されていた。競技団体が公認するプロスケーターも生まれるなど、参加人口、人気ともに最盛期を迎えた。 90年代後半から2000年代前半に活躍した世界的スケーターには、アーロン・フェインベルク、ダスティン・ラティマー、フランキー・モラーレス、クリス・ファーマー、クリス・ハフィー、ブライアン・アラゴン、ジェフ・ストックウェル、アレックス・ブロスカウをはじめ、数多くの有名スケーターがいた。彼らの名を冠した、プロモデルの用具も多数発売され、人気を博した。日本人では、伊藤千秋。 安床兄弟、矢部さやか、川崎あゆみらが知られていた。しかし、その後は徐々に人気が陰ってゆき、2005年には、X ゲームズから、アグレッシブインラインスケートの種目が消滅した。21世紀、世界的な人気は、最盛期の90年代後半から2000年初頭よりも、大幅に下降し、エクストリームスポーツの中では、マイナーな存在になっているものの、今でも、 世界中に愛好家が存在している。また、人気の低迷とは裏腹に、国際的なコンテストにおいては、フィーズ等、かつての X ゲームズと同等か、それ以上の規模で開催されているものもある。この背景には、スケートボード、BMX のオリンピック種目化がある。この2種目は、人気の高まりとともに2020東京オリンピックの種目として採用されたが、 その結果、注目度がさらに高まり、より大きな規模でコンテストを開催できるようになった。アグレッシブインラインスケートは、これらの人気種目と同一の会場でコンテストを開催できるため、フィーズにおいては、上記2種目に付随する形で、アグレッシブインラインスケートのコンテストも実施されている。また、 東京オリンピックでスケートボードを主観する IOC 加盟団体ワールドスケートは2017年からローラースポーツの世界選手権大会ワールドローラーゲームズでアグレッシブインラインスケートをローラーフリースタイルの名で実施している一方アグレッシブインラインスケート業界団体で開催している国際的なコンテストもあるしかしこれらはいずれも組織化 収益化されたイベントとは言い難く、小規模かつローカル色の強いものとなっている。また、これらのアグレッシブインラインスケート業界主催の大会は、上記のフィーズ等と比較すると、競技性よりもストリート性やスタイル性が、より重視される傾向がある。トップスケーターとして、ジョーアトキンソン、ロマン・オブレート、CJ ・ウェルスモア、アレックス・ブロスカウ、日本人では、 金島総一郎、伊藤千明、後藤祐と安町宏、安床栄人、安床節相原雄介らが世界的に知られている。2006年、X ゲームスアジアのバート競技で、安床栄人が競技史上最高難度の大技となる、ダブルバックフリップ720度、ツイスターを世界で初めて成功させた。2007年、 オリンピック競技会主催大会第2回アジアン・インドア・ゲームズマカオ大会でアグレッシブインラインスケートをインラインスタントの名で実施。バーと競技にて相原雄介が優勝、小木野カン太が準優勝。2010年5月29日、フランスのスケータータイグ・クリスがエッフェル塔の40メートルの位置から巨大なランプにドロップイン、世界記録を更新した。 2012年、X ゲームスアジアのバート競技で、安床節が優勝、兄の安床坂江人が2位、3位に、相原雄介が入り日本人、ワンツースリーフィニッシュを飾った。2017年、ローラースポーツの世界選手権大会である、国際ローラースポーツ連盟主催第1回、ワールドローラーゲームズ、南京大会で、アグレッシブインラインスケートを、 ローラーフリースタイルの名で実施。種目はパークプロ男女。男子はロマン・オブレート。女子はアズマ・チヒロが優勝。用具面では90年代後半から2000年初頭の最盛期には様々なメーカーがアグレッシブインラインスケートを製造していたが、その後の人気低迷とともに撤退するメーカーやブランドが相次いだ。 後に残存するいくつかのメーカーが非常に進化したブーツを製造している。撤退したメーカー及びブランドバウアー、オキシジェン、サロモン、エクススジャド、バーロ、K2 等。現在も製造を続けているメーカー及びブランドレーザーズ、アメリカドル、ロセズ、ローラーブレード等。人気低迷とインターネット通販の拡大により、 アグレッシブインラインスケートを店頭販売しているショップは極めて少なくなっている。また、アグレッシブインラインスケートは似たローラースポーツであるスケートボードよりも用具が高価なことが多く、これらのこともエントリー層が増えにくい要因となっている。ストリート、階段でのグラインドストリートスケーティングは街中にある様々な構造物を対象として行われる。 ストリートスケーティングにおいては、グラインドの比重が高くなり、エアーの比重は、ハーフパイプやパークと比較すると低くなる傾向がある。なお、スケートパーク内で行われるストリート競技と区別するため、街中で行うストリートスケーティングのことを、リアルストリートと呼ぶこともある。パークジャンプ台、ハンドレール、クォーターパイプ、ミニランプなどのセクションが設置された。 スケートパークで行う。専用の施設内で行われるため、グラインドとエアーを織り混ぜた非常に高度な技が展開される。バートメディアを再生する1080フラットスピン、カリフォルニアロールを決める安床栄人バートと呼ばれる半円筒の構造物の中で行う。バートの高さは4メートル程度が主流である。ストリートとは大きく、スタイルが異なり、 エアー系のトリックが特に重視されるが、近年はエアーの高さ、難易度ともに極めて高度化している。バートのプレイヤーはマイナー化しているアグレッシブインラインスケートの中でもさらに少数派となっており、後にバート競技のコンテストが開催されることは世界的にも非常に少なくなった。アグレッシブインラインスケートグッズは通常のインラインスケート靴よりも幅広。 低重心で強度のある設計となっている。以下に、各パーツの説明を一覧する。ほとんどの靴ではこれらが全て分解可能になっており、傷んだ部位を交換することができる。インナー、フレーム、ウィール、ベアリング等は、サードパーティー製のパーツも販売され、カスタムが行われている。プラスチック製が主流であり、他のインラインスケートのフレームのようなアルミニウム製は、珍しい。 フレームには4輪もしくは2輪のウィールが装着され、この部分とソールプレートを使って多くのグラインド系のトリックが行われる。ストリートでは中央の2輪に硬い小型ウィールを使うことがあり、これらはアンチロックと呼ばれる。また、前後端の2輪のみ装着するフレームもよく使用されている。アンチロックは スケーティング性能を犠牲にして、グラインドの容易さを追求するセッティングである。初期のブーツの多くは、ソールプレートとフレームが一体であり、交換は同一メーカーの同一規格品のみに限られていたが、2000年頃からフレームがユーフスという共通規格に統一され、異なるメーカー間のフレームを装着することが可能になった。他のインラインスケートより小さく、 硬いウィールを使用する。径は55から 60mm、硬さは85から 90A が主流で、アンチロックの場合は35から 45mm、硬さは 100A 以上のものが多い。形状も他のインラインスケートのウィールに比べ幅広で、スケートボード用ウィールにやや似た形である。 近年の国際的なコンテストでは、セクションの巨大化が進んでいるため、より高速で滑れるように、ウィールも従来よりも大きなものを使うスケーターが増えて、きている。フィットネス目的を含むインラインスケート全般の、負傷の発生率は、バスケットボールやサッカーよりも、はるかに低いが、アグレッシブインラインスケートはその性格上、骨折や人体損傷等の大怪我をする可能性が、 低くない。そのため、プロテクターの装着が推奨されるが、特にストリートでは、ファッション性の観点から、リスクを承知の上でプロテクターを、全く装着しないスケーターもいる。しかし、大怪我こそ珍しくはないものの、死亡や、それに準ずるような、重篤な状態となるケースは多くはなく、エクストリームスポーツの中では、自然を相手に行うスポーツや、 モータースポーツよりも重大事故の発生率ははるかに低い。ありがとうございます。